筋頑張っているのに全然お腹がへっこまないんです。チキソーチキソーガーへっこまお腹。そう思ってる方におすすめなメニューを紹介します。お腹をへこませたい場合、頑張って腹筋をしてもアウターマッスルといって腹直筋にしっかり効いてしまいます。お腹をへこませるためにはインナーマッスル、腹横筋や内腹斜筋といった内側の筋肉を鍛える必要があります。それは動いていてはなかなか鍛えられないんです。今回たったの20秒を数種目行っていきます。お腹をへこませたい方は一緒に見ながらやってください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、内側をしっかり鍛えることができる腹筋メニューを紹介していきます。腹筋メニューに加えてお腹をへこませるために効果的なプランクを1種目、全部20秒です。きつくなる少し手前の秒数なので、初級者から中級者の方にはできると思います。お腹をへこませるポイント、できれば動かない、止まっておくってことが大切です。動けば動くほどいろんな部位に力が入っ、お腹の力が抜けてしまう。動くスピードによっては腹筋の外側ばかり使ってしまって、お腹をへこませる筋肉が使えないっていう風になります。そしてプランク、長い時間することでフォームが崩れていき、結局時間を短くしてフォームを安定させた方がしっかりお腹の奥に効かせることができるんです。腹筋をうまく使えるポイントとしては、腰をちゃんと丸くしなければいけません。腰が反れているとお腹に力が入らないようになって腰を痛める原因になってしまいます。もう一つ、息をしっかり長く吐かなければいけません。お腹をへこませる腹筋というのは腹横筋と言われていて、お腹を一周回っている深層部にある腹筋になります。ここを使うポイントとしては、とにかく長く息をふーっと吐き続ける。これは動いてしまうことによって息が止まりやすくなるので、止まって呼吸を意識する方がお腹ってへこむんです。動画を見ながら一緒にやってみましょう。まず腹筋メニューはどれも腰を少し丸めなければいけません。腰が丸まるということは骨盤が立つということです。その意識をする上で大切なのが、寝たままで足を90度よりも手前に寄せることです。この状態が腹筋動作をしている時の腹部の状態にあります。おへそが上を向く、腰が丸まる、骨盤が立てられる、この3つの意識がこれでできます。腰が痛い人は足上げてるだけでも少し腰が痛いと思うんですが、手前に寄せて痛ければ少し戻してください。これをまず20秒間やりましょう。お腹をへこませる意識です。いきましょう、スタート。こういう感じです。腰をしっかり床につける感じで足をできるだけ抱えてください。腰痛くない方はつま先を上げたり伸ばしたりしてください。はい、 OK です。はい、今度は今ので片足を下ろします。右足と左手で手でつま先を触る感じで10秒キープです。残りの10秒は足を入れ替えて反対です。10秒間吐き続けてください。吸ったらすぐ反対足です。内腹斜筋を使っていきましょう。それではいきます、スタート。息を長く入りください。ふー、細く長くです。できるだけつま先触る感じです。吐き吸って反対です。ふーと吐き続けてください。少しです。はい、 OK です。あんまり腹筋辛くないよって方が正解です。あと2種目です。次はプランクです。足を伸ばして腰を丸める感覚でお尻を締めたままキープです。ちょっと楽だよって方は肘しっかり前へ出してキープしてください。息は長く吐くのがポイントです。それでは行きます、スタート。息をふーっと吐きます。はい、吸って吐いて頑張って。はい、 OK です。だいぶ腹筋の奥が鍛えられてきたと思います。ラストです。クランチの状態を作ります。スマホ持っておく方はカエル足にして手を前に伸ばしてこのままキープです。ここで少し手を振る感じで息を吐きながらキープしてください。息は長ければ長いほどいいです。ラスト行きましょう。それではいきます、スタート。息を長く吐いてゆっくり手を動かして腰をしっかり床につけて頑張って。あと少しです。しっかり起きてって。
あ、オッケー。ダー。お疲れ様でした。どうでしたか？お腹の外側がすごく疲れたっていう感じがなければ、うまく呼吸が使えてます。もし腹筋すごい痛かったっていう方は、もうちょっとリラックスして、息をふーっと吐く感じでやってみてください。お腹をへこませたいよーって方は、インナーマッスルを鍛える必要があります。そしてインナーマッスルを鍛える際にはいきなりメニューをやってしまうとアウターマッスルに力が入りやすかったり呼吸をうまく使えなかったりするので段階を踏みながら行っていくことでインナーマッスルと腹横筋を使う意識ができます。やってみたよ、どうだったよっていうのはよかったらグッドボタンとコメントで教えてください。各種 SNS もやってますんで説明欄からリンク見てもらってフォローしておいてください。今回もご視聴ありがとうございました。